こんにちは。今回は場合の数の問題です。問題の内容を確認しておきます。図の A から L までの点は円周を12等分した点です。これらの点から3つ選んで三角形を作るとき、どの辺も円の半径ですね。これより長くなるような三角形。これは全部でいくつできますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。作りたい三角形はどの辺も円の半径より長い三角形。円の半径ってこれですね。12個の点のうち、これを一つ飛ばしに結んでいくと、こういう正六角形ができて、この正六角形の頂点と中心ですね。これ全部結ぶと、こういう風に正三角形を6つ作ることができます。これが半径ですよね。ということは A と C を結んだもの、これが半径と同じ長さですから、点を結ぶとき、こういうふうに一つ飛ばしだったらダメなんですね。二つ以上飛ばして三角形を作っていく。こういうふうに考えていきます。じゃあできる三角形の種類ですね。まずどういうのがあるか考えてみます。今考えるのは三角形の種類だけですね。まずこの点から二つ以上飛ばすわけですね。三つ離れてここを結びます。次に三つ離れてここを結びます。作りたいの三角形ですから、あとここですね。こう結んであげたら求めたい形の三角形っていうのはできますね。さらに、A とここ結んで、今ここと結びましたけど、ここと結んだ場合、こういう風に間が3、4、5の三角形ができますね。今こことここを結んで、ここを結びました。さらにここを結ぶとどうなるかっていうと、これ裏返した形の三角形ができるだけですね。今考えているのは種類だけなんで、この裏返した形っていうのは置いといて、じゃあ次こことここですね。4つ離れた点を結びましょう。ここ4つ離れて、次3つ離れた点、こういうふうに結んでしまうと、間の数が4、3、5ですね。この三角形と形が一緒になってしまいますんで、次は3つ以上離れた。この点ですね。4、4、4離れた三角形。こういうような三角形を考えます。正三角形になっていますね。今3つしか書いてないですけれども、これできる三角形、この3種類しかないです。それぞれがいくつできるかっていうのを考えていきます。まずはこの三角形ですね。直角三角形になっています。この点に対して残り2つの点、3、3離れた点ってこういうふうに考えてあげると、この点っていうのは A から L までの12個の点、すべての点においてこういうふうに直角三角形ですね。3、3離れた点を取ることができますから、これと同じものは12個になります。さあ次に考えやすいのはこっちですね。正三角形です。この点っていうのを順番に回していくと4つ取れます。ここからまた同じのに重なります。これが4つ。こういう風に考えることができます。じゃあこの三角形ですね。この三角形についても、この点に対して、こっちが3つ、こっちが5つ離れている三角形になってます。もちろんこれの裏返しですよね。こっち側に5つ、3つ離れている点、こういう風に考えることができますから、この点に対して2つ、こう考えます。これを順番に回していったらいいわけですね。この点と同じように考えられる点ですね。全部で12個考えることができますから、2つずつ12個です。ということは12足す24足す4ですね。全部で40個。これが作ることができる三角形の数になりますね。はい、次回の問題です。角度ですね。光の反射による角度について考える問題になっています。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。